その日は自分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから、あの話が流れた。島では非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どれかたの国の大統領が泣きながら話をするまでは。街の風景はまるで実験施設のようでさ、もう不必要。